やっぱりね慌てて放送やめたんでしょヘイトが向くのを恐れてあれ放送しろよ早く付き合いましたって放送して2人でパコパコしとけ気持ちが悪いだから俺がね一足が言ってる部分に関してはね俺がイベント6位でもうダメだって もうくるみも無理だって。もう幸せにできない、守れないよって言った発言だろう。パルが言ってるのは、キャスバーで、俺がなんかエッチかなんかもうしたから、くるみはいいやって言ってるっていう発言をしてるんだけど、それがどこの放送に載ってるの。そんな発言してないだろう。お、はい、ありがとうね、ロケット。うん だからパルパルのことじゃない部分に関しては6位でもう無理だって言ったネガティブな発言だろそれは言ったよパルが放送で言ってるのはキャスバーでクルミとやりまくったからもう,いもういいやって言ってる発言だけどまず俺の横にはツバニャンがいたしねツバニャンがずっとベタベタしてきたんだよ付き合おうとかねうんそんなさあいつのしょうもないさ 台本とかネタとかね、えつらに協力するわけないじゃん。だから帰ってきたんじゃん、俺。違うでも、パルもネタだから、ああいう放送したんでしょでも、ああいう放送するっていうことは何回も言うけど、何回も言うけど、イベント終わったリスナーさんの気持ちを踏みにじることだよ。うん。 キモデブハゲシネクソハイワンさんブロックうん目がガチあいつだってさ何とも思ってないやつと別れても泣けるんだよ、うん、飽きたら別れてるよ帰ってこないよでもケチなねくるみちゃんがタクシーで帰ってきてってやっぱよっぽど辛かったんだよ <laughs> 1万2000円も使ったからねねえやばいよ出費がほんとにそれでもいいようんほんとにねあの予算もそうだけどまあリスナーさんもそうだけどアンチの人たちねほんとにねあの引き裂こうとしてくるほんとだよなほんとに別れそうになったほんと危なかった今日は うん。俺、嘘なんかついてないから。うん。嘘を俺がね、あの、ま、気まぐれで、恋愛しないとかっていうのは、それ気まぐれだから、その時そうやって思ってるんだからね。ただ、そういう、なんつうのかな、もう、嘘で騙そうとか言うのはないよ。うん。リスナーさんを騙してやろうみたいなね。 そういうのはないよ今思ったこと俺はってるだけだよ妻には安心してるブロックされてるじゃんログアウトしてたじゃんな始まった煽りに聞いてお放そやれ早くなパル戻ってくるんだろやれよ二人でやれ早く付き合いましたってやれよ気持ちが悪い あ、ビビってラジオでやった、はい、お前は金埋になれない。はい、全く的外れです。はい、カスワン。全く的外れな放送してますけどお、ボンベいらっしゃい。<ら>全く的外れな放送してますけどえ、ピエロと付き合うとか今度はパルと付き合う。気持ちが悪いんだよ。え、今日ノーパンだったんだよ。これもうはっきり言うよ。マンコ見せてきてよ。 俺見たくないんだけど、ノーパンだよって。気持ちが悪いもん、本当に。ゴミは可愛いなじゃない。ノーパン。み、見てたでしょ、みんな。多分ね、あの、イベント終わった後の放送乗っかってると思うよ。あの、ノーパン、ノーパン、見て、見てたでしょ。気持ち悪いよ。うん。 え、嫉妬しないけど、お前が、これ皆さん、はい、ラジオ放送、これね、パルいるんだよ。パルにホテル代払ってあげるから泊まろうつって一緒にいるんだよ。おい、パル放送しろ、早く。いるんだろ、お前。パルが帰ってくるから、ね、ラジオにしてるんだろ。気持ちが悪い本当に。ねえ、気持ちが悪いよ。 俺に何つってたの俺にさいいよって来て来ると別れて私と付き合おうって気持ち悪いんだよノーパンそうやってまた俺らを引き裂こうとするんでしょあ見えない翼さん僕信じて正直もう放送疲れてるけどこれ放送つけたっていうのは真実話してるんだから 爆走信用する奴なんているのいるの爆走信用する奴なんて。いないでしょいや、これはね、あの、ラジオは僕、あくまでも推測だけど、その可能性が高いと思うよ。うん。ホテル代はツバにャンが払ってる。で、あのー、閲覧のネタに、パルパルを使おうとしたけど、あまりにも、もう、不快な放送だった。 えパルパルがお金払ってるって言ってたよ。あそうなんだ。うん、パルにお金払わせてるの。うん。なんでツバネにお金払うかもわかんないけどね。はっきり言って。はいよちさんブロックです。あのねくるちゃんもねあの応援してくれてるリスナーさんいるからアンチコメント話もうこいつ広げてもねダメなんねこいつらって。 こう掃除した方がいいよ。こういう奴らは。うん。で、あの、応援してくれてる人と話した方が、いや、ブロックしてるけど、スルーでもいいけど、だって、クルちゃん好きな人いると思うよ。クルちゃん好きな人いるでしょクルちゃん好きな人。あ、クルちゃんはもう、ゆっくり休んでいいんだよ。ほら、はーいって。ね。クルちゃん好きな人は、クルちゃんの放送でたくさんコメントしてね。 ね、ほら、好きな人のコメント読んで、楽しく放送しよう。こいつらって、アンチしてるやつって、もう、ただアンチしてるだけなんだよ。俺ね、見るんだよ。あのー、アンチしてるやつって、いろんな枠でアンチしてる。一人じゃなくて、アンチするのが好きなんだよ。アンチが趣味だから。うん。 でくるちゃんはあの自分分かってもらおうとアンチの人に一生懸命しゃべるじゃんねえいやでも私勉強あんましないよしないだってもう誤解されまくってるじゃんずっとなんかくるちゃんの放送ってなんかアンチの人と喧嘩してることが多い気がするけどねまあアンチだらけだから だってもうもみんなから他の私私他の配信者みんなからヘイト向けられてるからもうアンチしかいないんだよまあ確かに目立ってるからねうんだからそれでも何言っても信用されない中で何も言いたくないし可愛い,いからね ここでさ一生懸命言ったって結局さ分かってくんないと思う、うんだからそれがあるんだったらあの応援してくれてるリスナーさんのコメントを読んだりとかねまあ発言も爆弾あるからね例えばあの犬に愛情がないとかねうん、うんまあ、そ,そういうのでまあ一気にねちょっと炎上っぽくなっちゃうのもあると思うんだけどあの愛情あるよ愛情なかったら 何十万も払わない三十万もねうん愛情がもう薄れてしまうぐらいこれ何回も言ってるけど介護って大変だからねうんいや愛情はなんてないうあゆ優ちゃんありがとにうんロケットください欲しいです <laughs> みんなちょっと優しくしてあげてうーん爆走叫んでる無理無理よお前じゃおいゴミ引退しろ早くえっ5位にならなかったら引退するんだろう自分の発言に責任を持てないんでしょねえおやめろよ早くおい爆走やめろよ えどの面下げて向こうで普通にコメントできるのうん。引退詐欺だよ。どいつもこいつもね。うん。俺がね、あの、坊主にするってしなかったら可愛いもんだよ、そんなの。うん。だって、めちゃくちゃなお金動かしてるんだよ。大金を。たぶん、 ツバネのポイントからして、七十万から八十万ぐらいのお金動いてる、るその七十万、まあ、八十万だと仮定して。まあ、倍の百六十万ってお金が動いているんだよそれを裏切るんでしょう。でもね、ツバネなんて頭が悪いから、あのー。五位になったら、あのー、なで、い五位になれなかったら、引退するっつったら、みんな喜んで投げないけどね。引退してほしいんだから。 引退してほしいんだからうんだったらあの5位とかじゃなくて1位とかにした方がまだ良かったんじゃない、うん、はいブロックぬき四49号さんブロックでなんでさ俺がさ叩き始める前の放送内容つらっ おお、ファンタスティックありがとう。ゆいちゃん、今日ね。今日行くでしょ。今日キャスバー行くから、くるみが。ありがとう。おかあお。ゆいちゃん、ありがとう。ゆいちゃん、彼氏いるから、わかるんだよ、俺の気持ちが。一生懸命守ろうとしてる気持ちがね。あ、爆走すぐブロックするよ。正論をブロックするから、あいつは。 うん。お二子芸人は、ね、すごいブーメランだけどね。俺、くるみとか、くるみとしかしないから。くるみとしか。うん。だからさ、じゃあさ、俺がね、坊主にするっつって、お金、お金を下げってる。お金を。 あいつは、イベントね、これ、5日間の予選、多分、3日間、8日間という、莫大な時間と莫大なお金を、ね、もらっといて、詐欺してるんだよ。で一番言いたいのは、俺が叩き始めてね、放送内容をガラリと変えてる時点で、配信者として終わってるよ。そう思わないね、俺が叩くと思ってなかったんでしょ貫けよ。自分の放送を。 ねパルパルと付き合いましたって、ホテル放送をつき、あのさ、貫けよ。配信者なら。なんで俺が叩き始めたら放送内容変えてるのなんで俺叩いてんのえそれがさ、言う、爆走が言う、プロ意識っていうものなの。プロならブレないけどね。そう思わない。俺ブレないよ。俺がしたい放送だから。 これが俺がしたい放送だから、誰かが便乗したとしても、いちいち気にもしないし、ブレないよ。うん。パルをディスるとか面知らず、あいつが名古屋をハゼロ01ハウスにいる時に一番にパルをディスったんだよ。で、今最近は仲直りしましたって、二日にわたってやってるけど、しょうもない。しょうもないよ。なんでブレちゃうのあいつの放送内容って。 ホテルでやれよ気持ちが悪いノーパンくせんだよどう思う普通に外でさ見せるマンコを気持ちが悪い、まあそんなこと言うべきじゃなかった、ね、ごめんね